あ、お疲れ様です。今日はまたお願いします。お願いします。ご飯屋さんでいいや。はい、ありがとうございます。どこ南に骨をうずめるみたいなところあるんですか？なんかもともと僕がその前のグループをでかくしようと思ってたんですよ。まあオーナーが僕の交渉足をの意向を全部聞いてくれなかったから、ここにいてもなんかやりたいことできないし、大きくしようと思ってるのに何もできないなと思って、いやまあ今食いつきグループ来て、加納会長って僕が言ったこととかを、はい、もちろん僕もね結構突拍子もないこと言ったりするから、はい、名前変えるとかもそうですけどまあでもその突拍子もないことを聞いてくれるんですよ。 BD さんって、はい、なんか自分の上に人を立てないという印象イメージが多分視聴者さんも強いと思ってて、僕も会長の言うことはもうすんなり入ってくるので、前のグループに出る時に自分でもできるお金あったんですよ、はい、個人店としてホストクラブを自分でやるみたいな、その選択肢もあったけど絶対それはうまくいかないと思って、僕はだから振付グループの会長がいて自由にやらせてもらえるっていう環境が一番自分になってて、はい、自由にやらせてもらってる以上もうめちゃくちゃでかくしてやろうとは思ってます。振付って結構今このグループ全体として全国展開の流れがあると思って、はい、BD さんもどのタイミングで南を出ようっていう、いや僕はもう完全に南をもう東京来ようと思ってますね。既存のものが当たり前って思うのが多分日本人だと思うんですよ。今は大阪支部とかって言われちゃうんですけど、はい、大阪支部じゃなくてもう大阪は大阪みたいな地方で隠したいな。7ヶ月プラスあと2年、はい、で、あと3店舗規模としては200人。それが何でかっていうと、はい、前のグループが5店舗で200人だったんですよ、はい、それを、まあ、まず僕が成し遂げたいな、はい、マジでねそこなんですよ本当に超えたくて、そしたら多分運を癒さず認めるじゃないですかみんな、はい、あいつやっぱすげえなみたいな、はい、BD さんがこの5店舗を目標するにあたって今一番ライバル視してるというかグループの中でいたりしますか？ユグドラシュ、ユグドラシュ、ユグドラシュ。2020年の予想会、お疲れ様でした。まずは僕から報告があります。2023年のユグドラシュ大阪で三河殿が代表に就任し、リボーテンポップに空気を入れた代表に就任します。これは何を意味するか、南を取ってくれたか、奈良の近くにいる家族の結果を持ってくる。ミオさんも絶対もう僕らがいなかったらこんなになんか大阪よっしゃってなってなかったの、はい、こうやって振り付け盛り上がってきて、今なんか僕とかショーとかって結構なんかその動画でなんかガーガーガー言ってるから、はい、じゃあイグドラシュ行こうみたいな。あ、なるほど。マジ流しちゃってるんですよ名前変えたじゃないですか、はい、でなんかコメントとかも全部見るんですよ、はい、気づかないんで、はい、でコメントでタッサーとか、はい、G ドラゴンのパチモンとか、はい、あ、まあ言いたいやつはよしって言っとけるんだよ、はい、まあでもねこれで僕が全部ひっくり返しちゃえば僕の勝ちなんで、はい、YouTube でこれ結局今1年ちょいでどれぐらい効果あったなみたいな。いやめちゃくちゃありますよね、はい、半端ないですね去年だけで言ったら2億ぐらい。今日この後予定ってどんな感じなんですか？もうこの間南でバーでベスト出品したじゃないですか、はい、めちゃくちゃ忙しかったんです本当に、はい、まあ、それを見てた東京でバーをやってる友達が僕のお店に来てください、はい、誘ってもらったから行くよっつって、この後、はい、僕長いっすね、もう5年とかぐらいっすかね。いる時からなんで、長いっす長いっす。なんか何だっけ、なんかインフルエンサーの友達が連れてきてくれて、その時に一緒に飲ませていただいて、そっからっすね、東京来るたびに連絡いただいて飲もうよみたいな感じで一緒に飲むようになって、あ、この間一緒にビジネスの家泊まって名古屋行きました一緒にそう思ったよねめっちゃ飲んだっつってベロベロで半日ずっと飲んでたんですよ一緒に。めちゃくちゃもうすごい可愛がっていただいてるんでありがたいですけど、じゃあ本日ね BD 店長イベントということで、オキシエンオリジナルジャパン一本お願いします。ありがとうございます。頑張れサンサン。いや近くないですか？大丈夫サンサン。いいね BD ありがとうございます。
ちゃうよ、ちゃうよ、プレーちゃうよ。ロボシー。スーパーイケメン。いただきます。生 BD はどうでした？いや、やっぱすごいですね、やっぱ、はい、もう動画で見るよりもカリスマ性があって、はいはいはい、やっぱかっこいいです。ちなみに、BD さん知るきっかけは何だったんですか？もともと本校が好きで、はい、それで、なんか調べてるとめちゃめちゃかっこいい人いるなと思って、それで、なんか、はいはいはい、あとは、インスタとか見て、はい、そこから本校知って、はい、神様みたいな存在です。クライアン、クライアンちゃうよ、クライアン、クライアン、誰クライアン、こう見えてハーフです。意外と、そうなの、意外と。ありがとうございます。アメリカ、アメリカ人気だったな、入りまでした。制御するとさ、これ本当にすごいよ。あとママね、あとママね。ママの顔めっちゃ見たけど。雨よりもママ。結構最近のホストさんでこうやってイベントに足運んだり、本当になかなかないと思うんですよ。うん、なんか無駄だ。なんか正直そのもっとホストの経営だったりとか現場の方に力を入れたらいいんじゃないのかって思うところもあって、いやこれね、そうでもこれ回りまって、はい、絶対還元されるんですよ、はい、だって僕に会いたいと思ってお店に来てくれて、だけど他の従業員、まあ、うちの従業員たちを、あこの人いい、きっかけ作りをしてるわけじゃないですか、はい、そのきっかけを作ってるから今はそれがだから楽しくてしょうがないんですよ。